なんかもう本当どこでも撮れます、ね、なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎と U 字レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。なんかあのディスコブスみたいでたまにない、あのイタリア版ジャケだけのやつ、情報がなさすぎるやつ。そうそうそう、うちはラベルが見たいんだよっていうか、違う違う、また黒いの飲んでる。そうそう、いやいや、ウェカンバーどうも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 いやいやいや、帰って聞こえちゃったよね日本オブザイヤー何それ何え、日本オブザイヤーオブザイヤーの時点で日本でしょ、それは。いやいやいや、ごぼう唐揚げとかそのぐらいの日本とか。うわ、これやばそうだね。お祭りだって。つまりその、俺たちがやってることでしょ。うん、お店に行った時に、飲食店に行った時に、我々はエンジョイヤフって言うけど、それをお店ではなんて言うのって言われたら、ああ、はいはいはい、泣くね。エンジョイヤフードに該当する家庭ではある、召し上がれが存在するけど、ああお店では存在しない、その外、そこに該当するワードが、商品名を言って失礼いたします。ああ、ごゆっくりとはまた違うか。ごゆっくりどうぞ。ああ、いやー、ごゆっくりどうぞが一番近いな。でもまあピンポイントじゃない。そう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 、これだーって感じじゃない。そうそうそう、だからこれ、それすげえいい質問だなと思って。それない。うんうん、ああ、どうも。何かこうやっぱりこう、なんかお客さんと店員さんが対等であることがありえない。エンジョイフードってなんかこうすごい、なんか仲良さそうで、あー対等じゃない。あー、なんかもうちょっとかしこまった言い方なのかと思ってました。エンジョイフードってなんかもう、なんていうの、あ、なんかこう直訳するとさ、あ、まあもちろんもちろん、ついに私は理解した。世の中が言う飯まずいっていう言葉がついに分かった。まずいわけじゃないでしょ、それ。その価格に対して味が合ってないってことなんだな。うんうん。外食結構したのか。いや、そう、あー、そうね、外食っていう意味じゃないけど、なんかこれオフラインセンスで買ったりとか、サンドイッチ買ったりとか、そういう意味。ああ。まあ確かに美味しいサンドイッチには出会った記憶ないな、うん、向こうで。そう、だから。みんなが言う飯まずいな、なんか例えばこれで15ポンドもすんの、うんうん、いうことを指してるね。だから、まあ、まあ俺が食べたフィッシュ&チップスはマジでまずかった。神ちょっと飲む、はい、はい、大丈夫、値段がどうこうじゃなかったっすよ、ね、あれは。でしかもたまにそういうものも存在するじゃん、うん、そのおにぎり100円で買えるのはやばいよ。あ、まあそうね、それはとか、いや、まあまあほんとたまにあるっすよ、冷凍庫の奥にさ、なんかほら、なんだこのやつみたいな、あ、魚だみたいな。うわ、ハゼの骨取っといたんだってやつ。それはレルレ家にしかないね。正月にあご出し取ろうとしたんだ。それはあるけど、ないけど、だって家にあんまいないとかでもないでしょ。チャカチャーン。早っこい。あ、早っこいは違うわ。それは君の番組ですよ。あ、お疲れ様でした。ラジオね。ラジオ、遠隔ラジオ。ああ、生中継ね。うん、くっそ眠かったね。うん、正直こちとらもうこれよりでいい感じだというのが、うんうん、ちゃんと早朝だからね。うん、5時に起き、
なんかちょこちょこ準備し連絡し、まあ、でもうまくいってよかったっすね。あれさ、何やと思う、聞き直したけどうまくいってるよね、うん、ちゃんとそのあ、日本から 遠い場所にいるんだなみたいな感じがしませんでした。たまのタイムラグ、そうそうそう、あとまあ音質的な話も、あ、音質もね、いやいや、あのゴソゴソうるさかったと思うんでね、良かったですね、うん、でやっぱリアルタイムは良かったですね。リアルタイムも面白いね、その聞いてくれてる人がそのコミュニケーションがね、うん、あるから、よく朝7時に聞いてくれたよな。いやみんなすごい、マジで素晴らしいよ本当に。こっから仕事ですっていう人もいたしね、学校ですもいたしね。トップガン見てきたんですよ。あ、なんかさ賛否両論あるよね、続編でしょ。俺はもうあ、エピックブザイヤーだった。ファイナルウォーニング。お、俺たち1ヶ月を経ても大丈夫のようだ。最高だった。あ、そうなんだ。あ、そう。まあ、多分6回くらい泣いてるんですよ。2時間の間に。あ、すでにね。で、最後の15分はずっと泣いてた。目洗ってきたんだ。さ、まあ、たまにさライブでもあるけどさ、あの洗顔ライブあるよね。洗顔ライブ、洗、あ、目を洗うで洗顔なんだよ。あ、なるほど。洗顔ライブたまに存在するよね。あ、いや、すごく、え、あれ賛否あんの。さすがトム・クルーズですね。うん、なんか、まあ、これ見てから話した方が面白いかな。一緒に見に行こう。もう一回見てもいいね。お、いや、マーベリックはマジでそう。明日は行かない。明後日。あの、翔士郎のためなら全ての予定開けるから。いや、これあの、嘘じゃねえから嫌なんだよ。責任感たるや。開けてもらった先のね。そうそうそう。開けたからには、楽しんでもらわなくても。いいやつすぎるとこうなるんだな。人ってやつは。まあこれも統制の賜物ですかね。ああ、いやいや、いや、78、 78、 78、 意外といるよね。なんだ、ああ、全然ピンとこ、一瞬で出てこない。誰、あれかな、 Who's next? あれ、あ、ごめんなさい、今俺エアロスミス換算しよう。ああ、あれ、パーマネントバケーション違う、その85とか出てくる。あ、違う違う、87か。あれ87かい。あれ87。In my life。 そっから6年後にゲッターグリップだから。おー、ファイナルモーニング、ファイナルモーニングだな。おいおい、サイアンドハンマー、It's my ターン。あれ、It's my ターンだっけ、覚えてない。あ、It's my ターンじゃないですか。It's my ターン違うか。俺の番だみたいな。カードゲームじゃねえんだから。そうだとしたら、まあ、こっちはサレンダーですけどね、もうとっくに。おいおいおい、アイサレンダー。今までボツになってきてるじゃん。あー、確かに。でもさ、この前のマキカロテイクはラーメン屋のテイク入ってるからいい。ああ、あの、あ、分かった分かった分かった。これね、これね。ゲットヤスアウトね。あ、いけるいける。あ、無理無理無理。全然話進まねえの。これでしょ。そう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 、頑張れる頑張れる頑張れる。あ、でもちょっと見えない、丸いな、横に広いな。ああ、あ、落ちた。あれ、ギリ、バカなのでは。ここに、あ、来た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 、全然伝わらない。コンプリート。はい、はい、そんなこんなで、はい、はい、久々の収録でしたが、はい、生中継しますけどね。まあどっかでね、またね。はい、生中継したけどね。あ、したけど、あ、まああれはまた、まあそのなんか、やっぱ俺たち別にちょっとぐらい離れたところでバイブスが変わんないってことがただよくわかる日だったね。そうだね。そうだ。じゃあ皆様も、グッドグルール、グッドバイブスでお過ごしください。やはりなっそう。
そうだな、俺たち。それでは聞いてください。ファンキーラスト。じゃあね。はい、ユージルル川口でございます。横井翔二郎です。というわけで今日は、今の世の中のレコードブームに異議を申し立てる回でございます。はい。お前ら、たかが塩化ビニールに何をそんなに金を払ってるんだ、何を積んでるんだと、はい、いうところに我々はスポットを当て、今回私は、6月から7月にかけて1ヶ月路上ライブやってきましたが、その路上ライブの売り上げを全てレコードに変えて、はい、しかもその半分は、横井翔二郎のお土産でございます、はい、その価格の釣り合いも含めて今からそのお土産を開封しようと思っておりまして、横井くんは、何を買ってこられたのか全く知らない状況と。全く知りません。じゃあ開けるから、開けてる間に翔二郎のそのなんか今の世の中に対する意気込みを話しておいてください。意気込み、うん、まあそうですね、レコード好きになってしばらく経ちます、うん、まあ始まりは、まあ、ユージさん家で聞いたのがファーストエクスペリエンス。その後、共にロンドンに行き、ロス州でアイランズを聞き、行ったよね、アイランズで号泣、そしてアイランズ探しの旅に、アイランズ探しの旅、俺だけの島を探しに。そうだな、まあラベルも島ですし、まあ誰しもが島を探してるからね。はい、タッチミート、タッチミート、というわけでございまして、これさ、今思ったんだけど、絶対こういう感じで切られると思った。はい、この通り開けてみようか。ああ、そのこれが大鳥とか言わずに。ああはいはいはい。ちなみにこれ多分30枚ぐらいあんのかな、40枚ぐらいあんのかな。え、あ、全部で、うん、結構すごい量だよね。でもこれはビーンレコードの袋ね。じゃあ一応透ける可能性があるから、ちょっと向こう見といて。わかりました。あ、ちょっと1個その前にいいですか。はい、そのポスター1個もらっていいですか。1個あげるために持ってきたんだよ。あ、ありがとうございます。貼ります。うん、でもどうやって持って帰ろう。あ、あとで丸める。この2番目に汚いやつでいい。はい、全然全然。一番汚いのは私が持ってて、一番綺麗なのはヨナルテさんにあげようと思って。ああ、なるほど。はい、じゃああっち見てます。待って、しかも今見たけど袋が1個スケスケだったから、頭までここに逃がして、ここはもうエンプティの会場にしよう。これでも本当に、まあ、聞かないようにしてたし、ユージさんも教えてくれなかったしで、うん、近頃の生きがい、うん、生きる意味といえば、うん、僕はもうこれがすごい割合を占めてたな。まあそうだね。かつまあ本当にぶっ飛ぶからね。じゃあまず公平に、本当にぶっ飛ぶ、公平に順番に行きますからね。公平に順番に、はい。あ、その順番まで。あ、待って。ごめん、これだけは無理だわ。どういうこと？よし。というわけでございまして、あ、待って。本当に？いきなり来た。いきなり来たね。あ、でももうあれじゃないですか。いっか。いや、ユージさんが入れ替えれば。ごめん、じゃあ、正直言って入れ替えるわ。そのクラスのやつがあるってこと？はい、じゃあ、よかった。いや、ようやくちゃんと番組っぽくなってきたよ。何ですか？じゃあ、はい。はい。もう見ていいんですか？いいよ。どんどん行こう。よーい、どん。おー、コロセウムのライブ、見て。おー、10ポンド。1600円。日本だとこれ8000ぐらいすっから。コロッセウムライブ、言ったじゃん、メールでさ、リストには上がってないけどめちゃくちゃいいのも何点かあるみたいな、はい、それの一つ。そう、リストね、ちょっと割と大雑把に送っちゃいましたね。これはギター超やばいよ。ゆうじさんが喋ってるのは聞いた。うわ、いい外袋の感じ。ええ、これはテンポよく行った方がいいですもんね。
あの喋りたかったら喋って、いちいち中を見ない方が、あいい、見なくていい、見なくていい、見なくていい、あの判断してるから、あオッケー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 、大丈夫大丈夫大丈夫、それはもう我が師なんで、ええ、来ました、コロッセムライブ、ありがとうございます。じゃあ続けていきます、ほんとほんとどんどんいくよ、はい、あこれも翔士郎、あこれは君喜ぶね、はいはい、おいきます、せーのドン、おおレック、7ポンド1200円ぐらいで、こんなのは別にザラですから、私これずっと探してました、ライブクリームボリューム2、ええ、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、イエさんもう優勝してます、もう抱けるでしょ、はい、あこっから先は、うん、何日抱くかの、ね、ああそうでしょ、そうでしょ、そうでしょ、多分そうだと思ってるじゃあどんどん、はい、わすげえ、マジか、これはやばい、これね、これ中あたりだね、ああなるほど、ただ中あたりゆえに若干値段も張ります、はい、なるほど、はい、はい、あごめんなさい、いきます、せーのドン、うわっファーク、しかもちゃんとフランス版だからユーロディスク、めちゃくちゃ嬉しい、マグマあった、ただどっかにね、なんか書き込みかなんかがあって、んあこれ、もしかしてこれか、ここら辺か、はい、それで安かったのかな、えもうそんなの全然いいじゃないですか、いいっしょで、版かなり綺麗、おうわ、きた、私アタック大好きです、そうでしょ、そうでしょ、ああ若いね、まだね俺見たからね、今回そうなんだよね、マグマねリンドやってた、リンド、リンド、あ What the fuck、 もういいでしょ、順調で、はい、じゃあ行こう、あ、これは私です、もう、ま、これ僕、はい、なんで見ていいよ、あじゃあ見ます、いいですか、はい、振り向いて、はいはい、はい、ムーディーブルースのファーストのモード、わーこれはね、ちょっと聞きたかった、How much is it? 15ポンド、まあ、マジか、2800円ぐらいですね、えあごめんごめん、3200円ぐらい、圧倒的優勝じゃないですか、うん、違うな、全然違うな、2500円ぐらい、これ、ね、聞きたかった、はい、次行きます、あー、これはもらい物、あ、お、わかんない、見るとこと、うん、あ、これ見ていいよ、あ、見ていい、これは、俺も知らないバイタリックって人なんだけど、あ、ラベルかっこいいっすね、友達の家で聞いたら、えらくよくてくれた、くれるのいいね、あ、で、これはあの、僕が買い直しってことで、クロス GH 5ポンドよし、じゃあ、はい、どたい、じゃあ、行け、行け、行け、あ、じゃあ、ゆうさん、ついに真のクロス GH を手に入れた、そうあ、おめでとうございます、はい、次行き、あ、じゃあ、ごめんなさい、あ、これはあー、これはちょっとあの、翔士郎に申し訳ないシリーズなんだよね、これ私です、見ていいですか、どうじゃあ見ます、はい、あーで、あれ、えあそう、えどういうこと、僕ね、あの、あれイギリス版じゃないの、持ってるのドイツ版なの、あ、そうなんだ、だからこれはへー、これあげる、えくれるの、2枚持っててもいらないもんって、これ再発かなんか、なんかでもこれなんかよくわかんない版なんだよ、あ、よくわかんない版なの、でも音はいいよ、ドイツ版かどっかであげる、くれるんですか、だって2枚持っててもしょうがないでしょ、いや2枚聞き比べとかしませんね、はい、いただきますブラックサバセブン&ヘル、こいつもすぐもらうようになったな、あ、これ、あ、これ翔士郎の、こいつもすぐもらうようになったなんてやめてください。お前変わっちまったなみたいな、はい、どうぞ、はい、いきます、せーのと、でもこれはかなり、いやだって2が7ポンドだったじゃん、はい、だからもっと安く探したくて最後妥協してこれだから、あーなるほど、でもすごいです、ライブクリーム、申し訳ねえってなった、一発目ですね、1800円、1900円ぐらい、いきなりライブクリームが揃ったんだけど、そうだよ、いや、あのちょっと正直に告白しますと、うん、あのレコード禁欲生活を頑張ってたんですよ、うんうん、でも正直あの見るだけならいいだろうっつって、うん、レコヤには行ってたんです、うん、掘ったり、うん、まあそれは買ってるよね、まあ2、3枚はい、あのどうしてもダイエットできない人みたいになってくる
あの、まあ、すいません今日頑張ったしっつってあの夜中に甘いもの食べちゃってリミッター外れる。いや外してないんですけど。でやっぱりちゃんと見てるんですよクリームの欄、うん、ねえからうっそマジであり尽くしてたよということでライブクリームでした。あこれ私えもうすごいんだけどもう見ていい、はい、はい、見ますこれボンゾドッグパン。おーはい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 、67年モノラルなんと10ポンドありがとうございます。おーすごい。ああこれもこれはねもう全然サイマン&ガーファンクルの汗かける足5ポンド。おー5パンド。これはあのイギリス版で欲しかった。なるほどこだわりですもんね一応。これに関してごめんこれに関しては次のやつは多分これ俺要チェックなんだけど、はい、うちにあるのと交換してほしい、うん、ジェネリック版。ジェネリック版ってなんだっけ。いや今こうあうちのとジェネリックしたい。あでそれがこれ全然いきます。失礼します。ドン。うーわっただどうやらなんかいろいろこれ調べたら今回調べたらいろいろあるらしくて、うん、確認せずに買ってるから、うん、同じだったらゴーストレートだしそう。ただうちのも別に多分オリジナル版のはず。おうんうんうん。これはあの要チェック版でよろしくお願いします。じゃあちょっと別のところに置いておきます。ザフーフーズネクスト。20本。でこれはこれも自分。これはあのクイーンテクイーンテに読めねえです。これはあのブリティッシュ再起の一つでかなり有名なアルバム。なるほど。これ欲しかった。私フーズネクストこの間6000円違う4500円くらいで見ましたね。それはでも同じぐらいじゃない。だって20ポンドだからね。20ポンドはあごめん嘘持った3600円。5000円くらいか5000円くらいで見て20ポンド3200円か。あーやっぱ安いね。安い。ちなみにその5000円で俺の心はグラグラでした。あー買ってませんもちろん。で次は、はい、僕の今回の大当たり1番ナンバーワン。これこのナンバーワンはちょっと異常だからね。ナンバーワン。デンデン、はい、これはちょっとムーディーブルースのファーストモノ以上ってこと。これはちゃんと見てもらうわ。はい。いいですか。いい。失礼します。どん。60ポンズ。1万ぐらいだね。モノ。モノ。ライトってブリード。あれユウさん持ってんのってステレオ。モモは多分通常余裕で100ポンド超えするし、日本だったらいくらなんだろう。まあだこれはおまけとかいろいろ入ってないから、うん、これはちょっとね、うん、なるほど。スリーブの色はスリーブだけはもう変わってるんですね。ちょっとこれは翔次郎すまんってなったね。いやいやしょうがないです。それはこれはしょうがないよね。え基本的にその我々のルールとして見つけたもん勝ちというのがそうだねありますから。あだこれも俺の、はい、ジェントルジャイアントね。はい。ああはい。これもねなかなか日本じゃ買えない。でまたこの人こんなにアナログあんのにアナログ買ってきて。あすまんこれも俺だ。はい。おおノーセルブマッシン10ポンド。中の状態がすごくいい。すごくいい。うん、おお。大当たり。ああごめんこれも俺だ。ACDC ライブ版。おお。これ超いい名盤。UK 版ですか。UK 版。あこれも俺だ。ガン。全然。ガン。ゆうさん続くな。はい。ガン。これはあのナックの前身のバンド。ナック。なんでなななんでドゥドゥデデズテツテデの前身のこれ超かこれ後で聞くこれモノラル超かっこいい。へえ。大当たり。これはなかなか手に入んないよ。ガンのファーストのモノはね。そんなこと言われてもだって。さ。ああこれも俺だ。続くな。ソフトマシンのフォースね。はいはい、はい、これはねあのブリストルでブリストルのお土産として買った。うんちょっとでも20ポンド安いけどねソフトマシンの、うん、日本だったらいくらなんだろう 4,5 千円ぐらいするんじゃない。これは、まあ、20ポンド。はい。まあリュウさんが20ポンド出してる時点で。あこれは実は俺も持ってないんだけど、はい、まあいいよ。はい。えそんなことある。あるある。どうぞ今せーのドン。うん、カット版だから。うわすごいカットされてる。ただその値段を見てくれよ。15ポンドだから
2500円。ローリングストーンズアウトオブアワーヘッズ、あのちなみに言っていいですか、アウトオブアワーヘッズ今めっちゃ好きです。神じゃん。抱けんの？俺が抱く。あってけでーん。エピック、オーエピック。というわけでございまして、オドルンパ企画ボリューム4クラックス W に、横井翔次郎とユージレンレ川口が、出演いたします。いたします。マリーグラント赤坂にて、7月30日31日全3公演を予定しております。3公演のみです。はい、2日間のみです。はい、続きはウェブで。